ギネス家は、イギリスアイルランドの財閥、貴族。アーサー・ギネスが1759年に、ダブリンで創業した、ビール醸造会社、ギネスの事業によって、巨万の財を築いたのに始まる。子孫、一族は数多く、醸造業にとどまらず、政界、金融業界、宗教界など様々な分野に文様を広げている。貴族としては、アイバーその分流である、 モイン男爵家のニアがある。世界一を収集する書籍のギネス世界記録は、ギネス家が創業したギネス社の名に由来する。一族の子祖アーサー・ギネス1759年に、アイルランドダブリンセント・ジェームズ・ゲートの休業状態の醸造所をアーサー・ギネスが沈借し、ビール醸造会社ギネスを創業した。ギネスの事業は、大成功を収め、アーサーの死後事業は、その次男、 アーサー・ギネス2世に継承された。彼は1818 18年にアイルランド銀行副頭取、1820年にアイルランド銀行頭取に任じられ、これをきっかけに金融分野でもギネスの影響力は大きく高まっていく。アーサー2世は1820年頃に金融業に集中するために醸造業を離れており、醸造業はその三難である。 ベンジャミン・ギネスが指導していくようになる。彼の代にも事業はどんどん拡大していった。彼は保守党の庶民議員としても活躍していたので1867年4月15日に順断尺に助せられている。初代順断尺ベンジャミンの死後、ギネスの事業はその三男であるエドワード・ギネスによって継承された。彼の代にギネスは世界トップ企業となった。 彼は1919 19年9月30日に連合王国貴族、アイバー伯爵に助せられた。初代アイバー伯の死後はその長男二代、アイバー伯爵ルパート・ギネスが事業を継承した。彼が会長をしていた時期の1954年に、ギネスは宣伝のためにギネスブックを作るようになった。1962年に二代伯が引退した後は、その孫である三代、 アイバー白尺ベンジャミン・ギネスが事業を継承した。1986年に三大白が会長を辞すと、創業以来初めてギネス一族ではない人間、アーネスト・ソンダースが会長に就任した。以降ギネスは、ギネス家の直接的な一族支配企業ではなくなった。一族には、政治家になった者も,も多い。初代順番尺ベンジャミンの長男アーサー・ギネスは、醸造事業を、 弟エドワードに譲って政治に専念し、保守党の庶民議員として活躍した後、1880年5月1日に、連合王国貴族爵位、アーディローン断爵に助せられた。彼がギネス一族で、初めて貴族に助せられたものだったが、子供がなかったのでこの爵位は彼一代で耐えている。また初代アイバー博の三ン,ンボルターギネスも保守党の政治家として、 閣僚職を歴任し、1932年に連合王国貴族位モイン男爵に除されているが、中東大臣在職中に、パレスチナのユダヤ人居住政権派とみなされて、パレスチナのユダヤ人ゲリラ組織の恨みを買い、大英帝国藩植民地エジプトにおいて暗殺された。この事件は、パレスチナのユダヤ人社会に衝撃をもたらし、1948年の イスラエル建国の際に、英国政府の態度が硬下するなど、シオニズム運動の大きな打撃となった。死祖、アーサーの弟、サミュエル・ギネスの孫にあたるロバート・ラウンデル・ギネスは1836年に、マーチャント・バンク・ギネスマーン社を創業しており、この家系も現在に至るまで、国際金融の世界で活躍を続けており、金融のギネス一族と呼ばれている。また アーザーのスウェムスコジョン・グラッタン・ギネスのコヘンリー、グラッタン・ギネスとその子供は、聖職者が多く、中国をはじめとするアジアでのキリスト教伝道に尽力し、神のギネス一族と呼ばれている。ありがとうございます。